沖縄ルリチラ氏は、長目、マダラガカホタルガアカに属するガの一種。スリランカ、インド、ネパール、ミャンマー、タイ、中国、台湾にかけてのアジア一帯と、日本では、琉球列島から、本州中部まで広く分布しており、何沖縄とあるが南西諸島特産種ではない。ただし、南西諸島産のものは、多くの亜種に細分される。また、 本州の内温暖でない地域では個体数が極めて少ないため自治体によっては絶滅危惧種としてレッドリストに掲載しているところもある。成虫は平け羽町30から35ミリメートルほどの小さな蛾であるが何ある通り前後羽根、東京部及び足に見る方向によって緑から瑠璃色に変化する金属光沢を有し日本産の蛾としては 薩摩マニシキと並ぶ美しいがである。ただし、体のどの部位にどのくらいの金属光沢が出るかは亜種により異なり、八重山三種は前後羽のほぼ全部が光り輝くが、本州に散する亜種は地味な赤褐色にしかならない。成虫の前虫は中央を白帯が横切り、その外側に白藩が散りばめられる。人色は亜種により青や緑の美しい金属光沢になったり、 地味な赤褐色になる。孔子は胴体との付け根あたりから中央部あたりまでほとんどが白く残ったわずかな外縁部に白斑を交えた地色が広がる。オス、メスともにく型の触角を有する。オスの触角のクシュ派はメスよりはるかに長く先端が扁平となり広がる。幼虫は体色がオレンジ色になる。幼虫はヒサカキや 椿などを食草とする。人の手で捉えるなど、体表に何か触れるとが相的から身を守るため、生産系の毒物を含んだ液体を出す習性がある。成虫は蝶のように昼間飛ぶことが多い。また、捕まえると胸部から生産系の毒物を含んだ白い、泡のような液体を出す習性がある。ありがとうございます。